ハンヌ・カレビ・マンニ年ンは、フィンランド、ラッピ州ロバニエミ出身のノルディック複合、クロスカントリースキー選手である。ニックネームは、ユヒス。ノルディックスキージュニア世界選手権では1994年から1996年の3大会で、金メダル1個、銀メダル2個を獲得。1994年、15歳で1994年。 リレハンメルオリンピックに出場、その3年後の1997年、ノルディックスキー世界選手権 4X5km 団体で銀メダルを獲得。オリンピック、世界選手権を通じて初のメダルとなった。世界選手権ではこの他に、1999年大会の団体、2007年大会の個人スプリント団体で金メダルを獲得。 2001年大会、2003年大会では、銅メダルを一つずつ獲得した。オリンピックでは、1998年、長野オリンピックの団体で、銀メダル、2002年ソルトレークシティオリンピックの団体で、金メダルを獲得。2006年トリノオリンピックでも、団体で、銅メダルを獲得している。2002年ソルトレークシティオリンピックでは、 クロスカントリースキーの個人スプリントにも出場8位となっている。ノルディック複合ワールドカップには1993から94シーズンから参加。通算45勝2003から04シーズンから2006から07シーズンまで個人総合4連覇を達成している。また、ホルメンコーレンスキーフェスティバルの個人スプリント種目で2002年。 2004年、2005年の3度、優勝している。このような実績を持ちながらも、上記のように、オリンピック、世界選手権でのメダルは、団体種目に偏っており、個人種目の金メダルには長らく縁がなかった。しかし、2007年札幌大会の、個人スプリント種目で、念願の金メダルを獲得した。また、この大会では、 妹のピルヨ・ムラネンもクロスカントリースキーの4、X5 キロメートルリレーで金メダルを獲得している。2008年3月に長男が誕生、同年5月29日、30歳で現役引退を表明した。今後は航空パイロットへの転身を希望しているということで、ある。しかし、2009年8月に引退を撤回して、競技に復帰。 11月28日クーサモでの復帰初戦となるワールドカップ個人第一戦で2位となると翌11月29日の個人第二戦で通算46度目の優勝を果たした1月2日のオーベルホフで通算47勝目を挙げて自身6度目のオリンピックとなる2010年バンクーバーオリンピックのノルディック複合競技に臨んだ 初戦のノーマルヒルプラス 10km では13位、団体戦では7位に甘んじて迎えた最後の種目、ラージヒルプラス 10km では前半ジャンプで16位と、出遅れた。後半クロスカントリーでは4位のタイムで追い上げたが、メダルに届かず4位に終わった。3月6日。 ラハティでのラージヒルプラス 10km でワールドカップ通算最多勝利を48に伸ばしワールドカップ総合8位でシーズンを終えた。翌2010から11シーズンをもって再び引退していたが2017年1月に再び現役に復帰。2018年2月のピョンチャンオリンピックに出場したが 個人ノーマルヒルで23位となり、同年3月に3度引退を表明した。ありがとうございます。